こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。夏にラーメン屋さんに行って張り紙を見たときに、ああ今日ラーメン食べに来たんだけど、もうこの季節か、今日はこれ食べるかってなる食べ物なんだ。じゃん。ということで、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、コンビニ3社の冷やし中華を食べ比べしていきたいと思います。ちなみに今回はミニの冷やし中華を買い集めてきました。セブンイレブン6種具材のこだわりミニ冷やし中華、税込み356円のカロリーが263キロカロリー。ファミリーマート、具沢山ミニ冷やし中華、税込み356円のカロリーが270キロカロリー。ちなみにこちら30円引きでした。やった。ローソンミニ冷やし中華、税込み350円のカロリーが301キロカロリー。はい、ということで準備完了いたしましたので、いただきます。じゃあまずセブンイレブンからいただきます。冷やし中華ってさ、皆さん混ぜてますか？混ぜるのが正解なのか混ぜないのが正解なのかよくわかんないんですけど、いただきます。うん、おいしい。今年入って初めて食べた冷やし中華、おいしい。うん、食べ比べって言ってもさ、うちろくな食レポできないから、ただ単にうちの好みの冷やし中華を探すって感じにはなると思うんですけど、美味しい美味しい、オーソドックスな味、褒めてます。ゆで卵、うん、うちセブンのゆで卵一番好きなんですよね。コンビニでゆで卵よく買って食べるんですけど、セブンが一番美味しい気がする。うん、甘みが強いとか酸味が強いとかはなくて、もうオーソドックスなザ冷やし中華って感じの冷やし中華でした。じゃあ次はファミリーマートの冷やし中華食べていきます。ファミリーマートの方がセブンイレブンよりちょっとだけ麺が太いかなって感じですね。いただきます。うん、うん、2回目だと比べやすいわ。セブンイレブンよりちょっと甘い。ファミマゆで卵が入ってない代わりにチャーシューが入ってます。うん、おいしい。うん、甘めな味付けが好きな人はファミマの方がいいかな。さっぱりしたい人はセブンのがいいかも。うん、おいしい。じゃあ次、ローソンの冷やし中華。ローソンはね、麺がいっちゃん黄色い黄色いです。いただきます。うん、うん、一番酸味が強くてさっぱりしてる。あと麺が柔らかいです。ゆで卵、うん、やっぱね、ゆで卵は必須だわ。うん、
でもよかったミニにしてセブンイレブン。セブンイレブンって言ってキュウリ食うのどうなの？うち夏になると冷やし中華とそうめんと冷麺をやみくもに食べてしまうんですよ。流しそうめんしたいな。セブンイレブン完食。昔実家住んでた時はね、家の前で家族でやったりしてたんですよ。でも今できないもんね。やるワンちゃん。ここで？なんかドンキとかにさ、机の上でぐるぐる回るような流しそうめんの機械を見たことあるんだけど、うちはもうこれがやりたいの。この滑り台型のこの竹のやつがやりたい。冷やし中華ってごまだれもあるじゃないですか。どっちが好き？うちはこっちの茶色い方が好き。茶色い方って語彙力。これなんていうの？ごまだれとめんつゆでもないじゃん。まあいいか。うん、ファミリーマート完食。じゃあ最後ローソンで締めましょう。ふう、ローソンでもさっぱりしてて食べやすい。うん、ローソン完食、ごちそうさまでした。はい、ということでコンビニ3社の冷やし中華を食べ比べていったんですけれども、もう本当にどこも美味しかった。もう本当に好み分かれると思うんですけれども、うちはローソンが一番美味しかったです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。でも